こんにちは。今から当社のデジタル近接センサーと赤外線 LED を搭載した IC を紹介します内蔵された赤外線 LED から放出された光が前の地物により反射された光量を認識する方式で物事が近いところにあるのか検出することができますこの IC はデジタルインターフェースをサポートしマイクロプロセッサとの通信を通じて地物の近接に対するデータを伝達する デジタルセンサーですディスペンサー非接触温度計ワイヤレスモバイル機器浄水器や非接触家電製品トイレ洗面台や便器などさまざまな用途に適用されていますコップが近づいた時認識するテストですコンピューター画面で上から下に流れる数字が近接センサーのデータです カップを近づけた時この数字が増加します中で流れる数字がカップがない時160だったがカップを近くだと最大1480程度まで次第に増加しました中心からやや外れても近接状態が認識されます今回は透明なカップを近接させてみます透明なカップも認識が可能で近く対面流れる数が増加するのが見えます コップの位置を中心でなく少しずつ抜けそうに動いています。数値の差があるがカップがない時よりは高い数値が示されています。実際に透明カップは白カップより赤外線の光の反射率が低いために認識感度が低い方ですが近接認識は問題ありません。しばらくして正確なデータを撮影した写真をお見せいたします。 さっきのテストで測定された実測データを確認します。青い色のセルへ表示されたところが示す位置に PS データを見たらコップがない状態で近接データは160程度で示されます。白カップを近接させた状態です。PS データが1478と増加しました。白いコップの場合約3センチまではこのデータが維持になってもっと遠くなれば PS データが徐々に減少します。 透明カップを近接させても PS データが1478に増加したが理覚の距離 1cm を超過すれば PS データが減少しますこのように材質や色によって特性に多少の差があるので用途に合わせて活用してください当社はこの映像で使用したテストボードも販売しています製品に関する追加的な問い合わせ事項は当社のホームページを訪問してお問い合わせください ありがとうございます。